男性にはこういうの着てほしいとか、こういうのが似合うんじゃないかっていうところを、アドバイスいただきたいなと思います。私も好きじゃない。顔が死んでますもんね。完全に目が死んでる状態ですけどもでもこういう丸いのってちょっと挑戦しやな男の人からしたらちょっと難しくて、はい、本日はですね、美女に聞くイケてる小物は何かっていうのをいきたいなと思います。ということでこちらにズドンと並べさせていただきました。今回はね、小物、これから夏に向けて、小物いろいろつけていくと思うんですけども、その中で、バッグであったり、あとアクセサリーだったりサングラスであったり、それはどれがいいのかっていうのはやっぱ女子から聞くのが一番じゃないですか。僕いつもペチャクチャ歴史の話してるけどその興味ないから、そんなことよりも美女はどう思うかっていうのをね、見てもらいたいなと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。リオちゃん自身は普段は、モデルとかでも活動されてたりってことですかね。たまにって感じ。たまに、はい。で、そういうね、経験から、男性にはこういうの着てほしいとか、こういうのが似合うんじゃないかっていうところを、アドバイスいただきたいなと思います。もうブランドとか一切伝えません、はい、だから高いやつは、20万オーバーも出てきます。わお。やけど安いやつは数千、2000、3000も全然あります。で、行きたいなと思いますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、ではですね、まずは最初はバッグから行きたいなと思います、うん、バッグはですね、何種類か用意したんですけど、はい、まず一つ目から行きたいなと思います。まあ僕よくノースフェイスとかやってるので、まあノースフェイスやったらどんな感じなんかっていうところなんですけども、うん、はい、まずはじゃあノースフェイスです。こんな感じ、うんうん、いかがでしょうか。はい、もう良きですね、うん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 、これはまあ普通にちょっと出かけるとかやったらこれぐらいで OK、うん、気軽にその辺に行こうみたいな、うんうん、ドライブ行こうかとかで、まあ、こんな感じで持ってってほな行こうかみたいな感じで女性ポーンって置くみたいな、うんうん、でもいける、全然いけると思います。なるほど、ね、でこれまず一つ目、はい、で二つ目が同じくスポーツバッグっていうか、スポーティーバッグなんですけど、ロゴが入ってないバージョン、うん、さっきの方がいいかもしれないなるほど。これちなみにね、防水です。完全に水とかも入らない仕様になってるので、なんかこのチャックのこのマットな感じ、そういうのですか。うんだからもしかしてリオちゃんの大事な、なんかあるじゃないですか、はい、大事なのわからんけどなんか趣味とかね、うん、何がエルフさん好きなの。ディズニーとか。ディズニー好きですよね、はい、そしたらディズニーのキーホルダーとかありますよね、うん、それをここに入れておけば全く濡れないと、はい、ただ先のノースウェスちゃんはちょっと濡れますよ。海に入ってんの。海はちょっときついかもしれんけども、雨程度全然。そっか、なるほど。これは雨もダメなんです。ダメです。それでもやっぱりこっちの方がいいですね、うん、量産的にはね、見た目は、はい、まあ、ブランドも何も伝えてないから下とかどっかに出てると思いますけども、ブラックエンバーですね、いう感じで、まあ、リオちゃんはこれで分かりましたね。値段で動く女ではないと、金で動く女ではないということが分かりました、最初のノースフェイスの方が、6000円か7000円、まあ、5000円もいかんぐらいか5、6000円ぐらいなんですけど、次のやつは倍ぐらい1万2、3000円はするっていう感じなんですけど、そこのお金では動かない女であるということが分かりましたちゃんと分かってない私で、次がね、これ実は男性受けあんま良くないんですけど、まあ、見てもらいましょう。こちら私も好きじゃない。顔が死んでますもんね。完全に目が死んでる状態ですけどもこれはなぜいけないんですかね。そうだな、おじさんっぽい。なんて正解、その通りなんですよ。いや、縦型のバッグっておじさん臭いって結構僕の視聴者さんも言うんですよ。あ、そうなんだ。だから感性はそこは全然問題ないと思うんですけど、はい、これは僕ちょっとどこで買ったのか忘れたんですけど、ダサいボディバッグなんですかってアンケート取ったら縦型って言われたから、うん、わざわざ買いに行ったんですよ。あ、そうなんだよ。どこのかは分からんけどいやけどどこのか分からないに本革で1万円ぐらいしました。ちゃんとしっかりされてるんだ。そう、作りはちゃんとしてるんだけど、まあ、形が今っぽくないんですよね、うん、特にこれ後ろにやったらどう。なんかね、ダメっていうわけじゃないんですけど、私はちょっと嫌かな。なるほどなるほど、まあ、縦型より横型の方がいいかもしれないね。あと金属がちょっと目立つんですかね。あ、シルバーが、うんうんうん、この金具の部分。あ、そうですね、このチャックもそうだけど、うん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 、全体的キラキラしちゃってて、うんうんうん、それがちょっとなんか気になるかなと、うん、そうかもしれないです、シンプルな方が、うん、で次がよく見るんやけど、うん、こういうなんていうちっちゃいやつ、最近若い子とかよく見るけども、うん、まあ、スマホだけ入れるみたいな、はいはい、こういうのはどういう時に逆に使ったらいいかが分からへんか教えてほしい。なんか私も見るんですけど最近、うんうん、男の子でってことですよね。あ、そうですそうです。なんか男の人で全くバッグ持たない人いるじゃないですか、うんうんうん、そういう人がなんかカードとか大事なものだけ入れる時に使うのかなっていう予想。なるほどスマホとかパッて入れたりとか、うん、カード入れたりとか、はい、なんか手ぶらの人いるじゃないですか、うんうんうん、あの人たちはすごい大丈夫な感じ、すごい心配なんです。手ぶら族ね。そうです、うん、ハンカチとかもないし。あのね、男子ってね、ハンカチなしでいけるんですよ。手洗わないんですか。あのね、半分半分、手洗う人もおれば洗わない人もいてる。洗ってます。洗ってます僕は。洗った上で自然乾燥でやった
そこはきっちり乾かしてもらう。ちょっとこの辺パーってやりながらっていう感じもあるんですけど、でもほんまに高速道路とかで今見てくれてる人うなずいてるけど、全然パックの話じゃないけども、おじさんとかって普通にしょんべんして手洗わずどっか出て行ってそのまま行くんですよ。だからあのりょうちゃん間違ってもおじさんとはね手をつながないようにしていただきたいな。つながないです。よろしくお願いします、はい、ということでこれはじゃあ最初手ぶらからバッグ持ちたい人にはいいかもしれないこと、まあ、手ぶらそもそも好きじゃないこれは。好きとか嫌いはないんですけど、うん、なんでこれを選ぶのって、この大きさをわざわざなんで選ぶのっていう感じです。それやったらさっきのこっちでええやんって。何も入らなさそうですよね。だって、うん、手ぶらの人って手ぶらでなんか大丈夫だから手ぶらじゃないですか。その携帯とかもポッケに入るし、はいはいはい、うんうん、キャッシュレスとかその薄いお財布とかだけでいける人もいるのに、うんうんうん、なんでって感じかな。確かにごめんなさい、うまく表現が。いやいや、まあまあそうですよね。ほんなら、まあ、せめてこれぐらいでいいんちゃうかと、うん、こだわりがあるなら別にこれでもいいと思います。見た目的にはどう、変かな変ですよね。そしたらね、大人の男の人って考えるとちょっと変かなっていう、うん、若い人やったらいけると思うけど、若くても若くなくても、うん、うん、違和感ちょっとあるかもしれないです。どう、何入れんのってそれは、ま、全くそのままそっくり女子に返したんですけど、たまにちっちゃいバッグ持ってそれ何入れんのっていうのがいっぱいあったりするじゃないですか、はい、それでもいりますもんね。女の子はいるんですよね、それはね。そ、男はいらないですもんね、そのちっちゃいのはね。ちゃんと適正サイズを持ちましょうということで、ちょっとこれ除外にさせてもらいますね、はい、すいませんでした。すいません。次は革です。同じく革のボディバッグです。こうやって持つんですか。こうやってこう、うん、かもなく不可もなくですね。なるほど、はい、まあデートの時とかやったらいいかなって感じ、うん、でもあえて別にこの形にしなくても良さそう。この革だったらもうちょっと大きい方がいい。もっと綺麗めのなんかクラッチバッグとか、あ、ビジネスとかで使うような感じの、うん、トートバッグ。トートバッグじゃなくてこうこうやって持つクラッチバッグとかあるじゃないですか。ちっちゃいやつで、ちっちゃいやつの先もこの大きさでも全然いいんですけど、うん、なんか首から下げるのって結構私からしたら、はいはい、あのラフなイメージがあるので。あ、確かにそれで綺麗めっていうのはちょっと微妙ってことか。微妙ではないけど、うん、言われたら微妙じゃないかあ、でも OK です。なんかなるほど、悪くはない。なるほど、了解です。あのほんまに皆さん分かるでしょ、ほんまに忖度なく言ってますので次がこちらです、はい、まあ後であの全部紹介はしますけども、うん、こちらこれ結構どうでしょうか。マカ、あ、知ってるんや。これ持ってます、うん、あ、持ってるんですね、はい、これ真っ黒のバージョン持ってます。うん、ちょっと今真っ黒見当たらなかったんで、これビームスのコラボなんですけど、うん、あ、そうなんですね。これはどうですか。うん、私はすごい使い勝手が良くて好きです、うんうんうん、男の人が持ってたら、うん、全然いいと思う。まあ悪くはない、はい、じゃあ今のところで言うとどれが一番良かったですか。ノースフェイス。ノースフェイスのやつ、はい、これオリオンってやつなんですけどね。オリオン、ちなみにこのブラックエンバーの防水外れましたね。でもそれが2番目。2番目ですね、はい、でこのレザーの縦型も外れましたねこのちっちゃい何入れるか分からないところも外れましたねで、マカも外れたし、残念ながら僕作ったボディバッグも外れましたね。あ、ごめんなさいほんま忖度なしで言ってるんでね、それはしゃあないですよと、まあこれでボディバッグいきました。これもう工場の人完全に泣いてますからね、リホちゃんにそれ言われてね、あのクラッチで持つやつだったらいいけども、そのなんか革でそれはって言ってたの泣いてますよね皆さんね。でもリホちゃん別にそのあの悪気があるわけじゃなくて、多分イメージがあるんですよ彼女の中でね。そう、はい、そういうことでいきましょう、はい、で次アクセサリー行きたいなと思います。アクセサリーが、まあ、ここが一番値段がガンって上がってくるんですけど、ここから行きたいなと思います。こんなんって見たことありますか。見たことあります。羽のやつ、羽とかこういう系、はい、まあ、ドクロとかもあったりするけども、インディアンアクセサリー、うんうんうん、みたいな、はい、こんな感じです。はい、うんうんうん、いかがでしょうか。私は好きじゃないけど似合ってるんじゃないですかね。なるほど、うん、私は好きじゃないけど似合ってるってことなんですね。これは何やろう、紐、革の紐があかんってこと、なので形があのトップがってこと。彼氏がつけてきました、はい、はい、よし、リオ行こう。なんかオラオラしてる人がつけてそうなるほど、はい、ちょっと怖い。怖いっていうかちょっと派手系な、ああ、そっち系の人なんか。それはじゃあリホちゃんの好みではないかもしれない。好みじゃないだけ。なるほど、うん、まあ確かに目は死んでますね完全にね。死んでる。わかりました、了解です。じゃあまあ一旦これはこれで終わりましょう、はい、で次行きたいなと思います。次はこちらのネックレスを出していきました。まずはちょっと見てもらいましょう皆さんに、こんな感じのネックレスね、トップが、こういった形になっております。はい、では、リホ鑑定お願いします。はいなんか、そっち映ってんのかな、顔が死んでいってる様子。なんて言ったの、変じゃないけど好きじゃない。なるほど、好きじゃないね。それは別に個人の自由ですからね。はい、わかりました、じゃあ次いきますすいません、じゃあ次これです。こちらね、
これになっております。はい、では見てもらいたいなと思います。なんかなしはい、ありがとうございます。次いきます。つける方が時間かかるすみません、申し訳ない。いや、なんか十字架イコールクロムハーツのイメージがめっちゃついちゃう。はい、では次はこんな感じです。こちらです。はい、あ、よかった、これ良い、良い、あ、よかった、よかったです。なんか、ひどいのが続くかなと思ってたんですかね。いや、私がひどい人になっちゃうからよかった、良いっていうのがありましたね。はい、では、ラストいきたいなと思います、うん、はい、では最後こちらになっております。こんな感じですね。はい、ということでどうでしょうか。あー、かっこいい、目が死んでる。ジェームスです。はい、ということで、ね、以上つけさせていただいたんですけども、まず一番最初から、まあ、結構派手なのがちょっと苦手なのかな。うーん、そうかもしれないです、うん、まあ、男性がつけるんだったらよりシンプルな方がいいかもしれんということで、うん、一番最初につけたこの羽のやつなんですけど、羽のやつがね、聞いたことあるかもしれんけど、ゴローズっていうやつで、まあ、聞いたことないですかね。原宿とかあの辺にあるんですけど、はいはい、まあ、素材は全部実は一緒で、全部シルバーなんで素材は一緒なんですけど、デザインが高いんですけど、うん、これがね20万とかぐらいするやつです。そして、次に見てもらったのが、うん、このクロスのやつなんですけど、はいはい、このクロスのは結構安くて2000円か3000円ぐらいの普通に、どこにでも売ってるようなやつで購入しました、うん、でその次が似てたでしょ、クロスで同じ。はい、似てました。これクロムハーツなんですよ。ああ、クロムハーツ、これがクロムハーツみたいって言ったけど正解、その通り。そうなんだ。でクロムハーツで、これが10チェーンも入れて15万ぐらい。なしってすぐ言ってましたけども、でこのシンプルなんが、僕が作ったやつなんですよ。あ、そうですね。だからそれはありがたいことに、忖度なく今回は選ばれましたけどもね、うん、で最後これに関しては分からない、もうノーブランドみたいな、そうなんです。だからちょっとどこのか全然分からないんですけど、どうやって手に入れたんですか。とにかくドクロで調べようと。あ、そうですか。この、まあ、こういった検証のためだけに買ったっていう感じなんですけど、まあ、見てもらった感じで、じゃあ次はね、サングラスいきたいなと思います、はい、では最後、サングラスいきたいなと思うんですけど、サングラスも男つけたいんやけど、女の人にどう思われてるか分からへんし、カッコつけてると思われたくないから、できれば似合うやつつけたいんで、うん、つけていきます、はい、じゃあまずこのサングラスからいきたいなと思います。目が見えないサングラスからいきます。これがね、こちらですね、このサングラスですね、いきたいなと思います。はい、うん、悪くはないです。悪くない、うん、まあ、これで来て、じゃあドライブ行こうかって言って、これでマクド行ってもいける、うん、でもスタバの方がいい。あの海かな。あ、海ね。何も見えなさそうだからあ、じゃあ海でやったらこれでもいい。うん、いいと思います。でスタバ寄って、うん、スタバぐらいしか思い浮かばんからスタバかマックって。じゃあ次行きたいなと思います。次はね、ちょっと丸っこい感じでいきましょう、うん、でちょっと目も見えるような感じ、こんな感じですね。フレームがちょっと変わってますけど、では次行きます。こちら、いやじゃない、好きというほどでもない、かもなく不可もなく、はい。でもこういう丸いのってちょっと挑戦しやな、男の人からしたらちょっと難しくて、で一応、まあ、僕顔の形的に丸いのが得意な方やからまだいけるんですけど、確かにそうかも。もうちょっと直線な人は株価としてる方がいいかもしれんっていう。次がこちらです。似てるっちゃ似てるんやけど、ちょっと実は違うくて、うん、レンズの色も違うし。あ、私は黒縁好き、うん、これ好きですね。うん、うん、ありがとうございます。そしてちょっとスポーティーなも入れながら行きたいなと思います。そして次はですね、こちらですね、これでいきます。次またレンズの色も変わってます。さっきのつけるとちょっとグレーっぽかったですか、さっきのって。あ、違うのか。どっちも好きだけどこっちの方がいいかな、うん、私は。ちょっとブラウンっぽい方がいい、うん、そして最後がこれもレンズの色また違います、うん、でもさっきの方がいいかな、うんうん、おかしくないですけどね。了解です。ということで5個かけたんですけども、うん、いっちゃんよかったのこのブラウンのやつ、それかこれかなって感じです、うん、これかこれが、まあ、よかったっていうことでフレーム実は若干違うの分かる、あんま分からへん、ちょっと細 い、 太い、ちょっと太い、うん、分かります、うん、まあどっちでもいける。でもなんかこっちの方が似合ってる。あ、了解です。そしたら、じゃあ今のサングラスで言うと、まず一番最初にかけたこの海バージョンに関しては、これはあとレイバンっていう、はいはい、サングラスで、まあ有名な感じだと思うんですけど、うん、ちなみにりょうちゃんかけてもらってもよろしいですか。あ、いやでも似合うな、似合う似合うもっと女子って鼻ずれてなんか眉毛だけ上に向いてるみたいになるんだけど似合ってるな。で次がこれかけたんが、東京のなんか中目黒にあるショップなんですけど、そこはあの福井県の鯖江市っていうところでしか作ってないメガネ屋さんがあって、はい、ベリーデナイトっていうお店なんですけど、なんかそんな高級そうなもの、なんか顔タイプで言ったらメンズって4つしかないから、はい、あ、リオちゃんも丸系やが似合うね、似合ってます、うん、
いける、いける、全然いける。でもうちょっと目の細い人とかっていうのはちょっとどうせカクカクしてるレンズの方が似合うけど、まあ、リオちゃんみたいにこう丸い感じとか、まあ、オールもそうだけど、そういう人はちょっと丸いレンズいいですよね。へえ、すごい、いい感じです。非常にいい感じ。私の顔タイプとか分かんないので。でもね、メンズとレディース違うって前も言ったけど、こんな感じで男、うん、大人顔と子供顔、そして横が曲線直線のこの4つしかなくて、うんうん、まあ、基本このエレガントチャーミングはまあ丸系が似合う、でこの左2つに関してはこうカクカクしてるやつが似合う、ウェイファーラーとかってあるんですけど、まあ、そんなのが似合うって感じで、はいはい、リホちゃんどっちかって言ったらまあエレガント系かなっていう。そうなんだ。まあ、エレガントでも寄せれるし、今ってどっちかって前髪下ろしてるからチャーミング系になってるけど、うんうん、まあ、こっちでも全然いけるかなと思うんですけど、少ない、やっぱり少ない気がします。もっとありますよね、クールカジュアルとかね、うん、ソフトウェルとか。はい、ありますね。だから男子は結構、まあ、サングラスの数も少なくて、その形も少ないから、確かにっていう感じです。で次がオリバーピープルズっていうブランドがあって、これはなんかハリウッドの、うん、ハリウッドスターとかがよくかけてる、あジョニーデとかつけてる、ね、そう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 、ジョニーデップと同じところに来たっていう。あ、似合う似合う、それも似合う、ちょっと大きいけど、うん、似合う。ちょっと前行ってもらっていいですか。うん、かわいい可愛いです。非常に可愛いです。ピシ皆さん、怒らないでくださいね。これ監視カメラで読めずにしっかり見られた状態で撮影しておりますの、ね、です、皆さんご安心ください。ご挨拶もしてありますので、はい、ご安心ください。似合う、はい、可愛い、ありがとうございますついていただきました。何でもないです。で最後のブルーの方、あ、4番目かのブルーの方なんですけど、うん、これは、僕が今作ってるやつです。で丸くもしてないし角もしてなくて、いつ誰にも合うようにしてるんですけど、まあ、女子は合うじゃないかな。さっきの方がリホちゃんは合ってるかな。でもなんかでも可愛い、かっこよくなっちゃうのかな、うんうんうん、で最後がこれ実はスポーツ系のサングラスで、緑っていうかアイボルっていう、これもサングラスのメーカーで、リホちゃん多分これに似合わんでしょうかな、緑とかやから。どうです、うん、ちょっと怪しくなっちゃうかなかスイミングスクールのゴーグルみたいになっちゃうかなちょっと違うかもしれんな、それは。やっぱ一番似合ってたのはこれやね、オリバーピープルの、オリバーピープルズ、うん、これが一番似合ってたと思います。ということで、まあ、基本的には今回紹介したバッグであったりアクセサリー、サングラス、うん、全部シンプルめがやっぱ良かった。そうですね、うん、好みの問題だとは思うけど、ちなみに周りの友達とかで派手なんとかごちゃごちゃしてるのが好きなんですっていう友達もいてる。いますね、はい、いてるんや、まあ、例えばアクセサリーとかももうごちゃごちゃしてればしてるだけいいみたいな人もいてる。います、います。そうね、割合的には半々ぐらい。いやでも綺麗めの方が多いですけど、うん、まあ、シンプルなのがちょっと多いかな、うん、はい、ということで、まあ、バッグに関してはノースエースのオリオンがやっぱ一番使いやすいですし、見事落選しました。残念ながら、香川の職人さん、あ、本当にいつもありがとうございます、リホちゃんからは落選したんですけども、それでもね、皆さん大事に使っていただいてますのでありがとうございます、うん、で、次がアクセサリーね。アクセサリーはまあ一応僕作らせてもらったんで選んでもらったんですけど、全部言ってないですもんね、うん、いきなり言って、うん、聞いてない、入れてるんで、はい、まあ嬉しいんですけど、で、まあ、最後はサングラスはね、俺はピープルズも結構日本人つけてる人多いんで、つけやすいと思うし、結構直営もあったりするんで、行けばいろいろかけれると思うんでね、ぜひぜひこの夏に向けて行ってみてください、はい、で、まあ、あとちょっとカラーレンズカラーって今流行ってるんですけど、うん、こういうのって薄くても濃くても紫外線って 99% カットなんですよ。だから濃いから、こういう海用やから目守られるとかって思ってる人多いんやけど、じゃなくてもうどれつけても紫外線は 99% カットなんで、まあ、そういうところじゃなくてより似合うレンズっていうか、リホちゃんとかやったらブルベなんかな、うん、そうですね、で僕イエベなんで、そういうので、まあ、ブルー系が似合う人、でもブルー合わんかったけどね、これ形がちょっとちゃうかったけど、うん、まあ、そういう風にして見るのもいいかなということで、今日はイケてる小物を美女に聞いてみたという動画になってます、また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。それは苦難の連続だった。日々寄せられる心ない誹謗中傷、それでも前を見続けた、それでも進み続けた。そしてポップアップ5大都市開催、お客様の笑顔を見るために、日本企業を盛り上げるために、そして新たな挑戦、ジャパンメイドやポップアップ2023。